こんにちは、おかチャンネルのおかちゃんです。今回もメカニカルキーボードのスイッチを変えたいと思います。前回は中国の互換スイッチからチェリースイッチに変えたので、今回はその逆でチェリースイッチから中国の互換スイッチに変えます。そのスイッチはいつものようにアリエクスプレスで購入して、このようなよく中国から発送されてくるときに入ってくるような袋に入って送られてきました。今回は中国メーカーの互換スイッチで白軸に変えます。見えるか分かりませんが、ガテロンと読むのかゲートロンと読むのか分かりませんが、この白軸スイッチに変えます。このスイッチの特徴はチェリー MX のどのスイッチよりもウォーク圧が軽いという特徴があります。 MX スイッチで一番軽いのは茶軸と赤軸で 45g ですが、このメーカーの白軸スイッチは 35g とそれよりも 10g 軽くなっています。青軸が一番軽いと思われがちですが、最初の押し始めはどのスイッチよりも軽いのですが、スイッチがオンになる瞬間、音がカチッとなる瞬間が一番重くて 50g となっています。なのでチェリー MX の青軸は赤軸や茶軸よりも 5g ほど重くなっています。なのでこのスイッチは青軸からクリック感をなくして、押し始めから最後まで軽いスイッチとなっています。ちなみにこのスイッチは110個入っていて約3000円ぐらいでした。今回使用するキーボードはメルカリのジャンク扱いで売っていたこのフィルコのマジスタッチ2のカモフラージュ版をベースにスイッチを変えていきます。ジャンク理由はこの USB ケーブルの根元が断線していて、動かすと接続が切れてしまうキーボードを購入しました。ちなみに配列は英語配列で、スイッチは青軸モデルになっています。それで今回は見た目を黒くしたかったので、だいぶ前に買ったこのマジェスタッチ2のノーマルタイプで日本語配列のこの黒軸キーボードからこの外側の部品と USB ケーブルを移設して、英語配列の白軸キーボードを作っていきたいと思います。配列がわからなくならないように分解する前に写真を撮っておきます。撮影が終わったら分解していきます。固定しているビスは2箇所と封印の中に1箇所あるので、この3箇所を外していきます。このビスを止めている反対側に爪で止まっている場所があるので、注意しながら煽って取ります。次にキートップを全部外していきます。キートップが外れたら、前回と同じようにハンダを吸い取ってスイッチを外していきます。マジェスタッチ2はハンダクラック防止のために2層基板を採用していて、ハンダを吸い取るのに苦労しますが、パターンを傷めないようにスイッチを外していきます。このハンダ吸い取り機を使って取っていきます。このように外していきます。無事にスイッチを全部外すことができました。スイッチを外した後にこの鉄板フレームが少し錆びていたので、この赤錆転換剤を塗って、乾いた後にこの艶消し黒のスプレーを塗りました。それではこのスイッチを全部はめてからハンダ付けしていきます。使用するハンダはこの両面プリント基板用のハンダを使います。スイッチを全部つけたら、スイッチが浮いた状態で固定されないようにしっかり押さえてハンダ付けします。
ハンダ付けが完了しました。このように白軸が並んでいます。先ほどスイッチの説明で説明し忘れましたが、チェリー MX スイッチでも白軸とクリア軸がありますが、それは茶軸を重くしたものと青軸を重くしたもので特性が真逆なのでご注意ください。最後にこのキーボードから外装パーツと USB ケーブルを移設して逆の手順で組んでいきます。あとはキートップを戻して完成です。組み立ててしばらく使ってみました。使ってみた感想なのですが、ガテロン白軸はオーカーツが 35g なので指を置いただけで押してしまうほど軽いです。なのでたまに誤爆はありますが、指を置く感覚でタイピングができるので非常に楽に打てました。それで一つ気になった点は、打鍵音は赤軸に似ていますが音量が倍近くうるさいです。なので使う場所は限られてきますが、音を気にする場所で使わなければこのガテロン白軸は非常に打ちやすいです。それでは最後に打鍵音の動画を流して終わりにしたいと思います。今回はフィルコマジェスタッチ2の青軸キーボードからガテロン白軸に変えてみたという動画でした。